で、なんでも出世さんが私の机が汚いと言っていいのか分かんないんですけど、うん、普段デスク周り汚いんで。おい失礼だぞ先輩に向かってまあ汚いっちゃ汚いですね客観的に見ればこのカバンチェックいい機会だと思ってるのがところがあってっていうのがですね、僕よく荷物多いって言われるんですよ、うん、これで歯医者とか、うん、散髪とかお店の方が荷物持ってくれるじゃないですか、うんうん、で重いですね何してるんですか中見てもらって、うん、これいるみたいなのをちょっと今回そう、ね、ちょっとそこはちょっとチェックしちゃうよ、ちょっとはっきりさせるいい機会だなと思いまして、うん、そうだねそうなんですよ。いやでもまあでもねそのだからみんなが過去の放送の人の中から出てくる面白いものはないと思いますよ、うん、これが一番多いですかね犯人だよね、まあ、本ですね。あこれ取材メモ。おそうね、これあれです、うん、お薬袋です。お薬袋、はい、ちょっといろいろないろいろ病を起こってたのであの軽いやつですよ笑いぐらいのやつなんで花粉症みたいなやつなんで、はい、おなくしてたと思った三色ボールペン あったこんなところに。もうねこれ3代目なんですよこの三色ボールペン同じやつを歌詞のって名前書いててなくなったり、まあ、あといろんな人がいるから、うんこう間違ってこう使ってそのまま持ってっちゃったりみたいなね。 KKB の報道の皆さん犯人探しするつもりはありませんけど先代の初代と2代目のペン返してくださいねこれは記者デジで呼んでる、うんうんまあ、カメラですね。急にこう何かあった時にこれで撮影するっていう、ねうんはい、やつなんで本当に折りたたみがさちょっといや必要でしょ、まあ、必要だけれどもなくしたと思った腕時計がありましたこれそうずっと探してたんですよ、うん、だから今してなくて。あ本当だそうよかった。あいい企画ですねこれは。あなんかよかったです探し物が見つかるなこれパスケースパスケース、うん、あでJちゃんの花粉症企画でやったあやったね懐かしいね。筆箱の中漏れてた USB とペンなかなかね。あと他のポケットの方ですか。ああちっちゃいポケットがね、うん、結構私の生活では必要なオールスターが揃ってますね。まずポケットティッシュ。ティッシュティッシュはね。これは欠かせませんね。ね、まあ、これに代表されるように、うん、花粉症とアレルギー性鼻炎がありまして、うん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 、そうケアがね必要で。すぐ取り出せるようにね。です。でもあとアレルギー目もアレルギーなんで目薬社内の皆さんには K アラートっていう言葉で通じるんですけど、うん、私ちょっとお腹も弱くて成長剤これをこのサイズを持ち歩いてるの瓶ごと。そうですねちょっとねシャカシャカ言ってこれはいけないんじゃないかしらこれコロンですね。先代の目薬です。あ先代え、はい、ちょっと待ってなんで先代を持ってるの。症状に合わせてきつい目薬と、うんうん、花粉症の時期はだからこのきつい方を使うんですよ。あなるほど、ね、でアレルギーだけになったら、うんうん、このアレルギー抗アレルギー目薬の方にシフトしていくという。ごめんなさい先代3本あります本当は、はい、目薬は3本でこれ今日整形外科行ってきたっていう うん、2日前に走ってたら足をくじいたので塗り薬塗り薬、はいね、でハンカチハンカチ大事だね。ハンカチとはこれはアナウンサーならではですね。手鏡持ち歩いてるんですよ。急にリポートの時にこうパッと見て、うん、ゲーハナチェックですね。よし出ていないカシノレスみたいな。いいねなんかちゃんとそういう風にねケースで覆われているやつを割れたりとかしないしね、はい、そうですね、うんうん、あと普通に発声練習とかするときに口がちゃんと開いてるか、うん、あいうえおみたいな感じでそういうのも見える、ね、見ながらやる。これは田中さなえ先輩の教えです。なるほどね。この守っておりますよ先輩の教えを、はい、この鏡を使ってやります、はい、ワンちゃんの柄です、はい、犬年なんで。あ僕もさなえさんも、はい、犬派というわけではなくて犬派です。あ犬派歌手なのは犬派だそうで す,、はい、です女性のファンの皆さん女性のファンの皆さんでイヤホンがうん、あ、イヤホンね2つ出てきちゃいました。あとはポケットティッシュですねまたあれポケットティッシュワックスとあと
脇の塗り薬、あ、塗り薬じゃないな、あの制汗剤です。制汗剤ね、はい、汗かきなんで必要なものしかないですね。これは断捨離できませんな入りきらない。会社や家に帰れなくなって行く先々のトイレを気にしてるんですよ。私も人に貸すために持ってるとこもありますね。